すずみが拾います。私も手伝います。ありがとう、ささみちゃん、みさおちゃん、助かったわ。そんな、ささみがぶつかっちゃったんだから当たり前のことをしただけです。ううん、私もちょっと上の空だったし、お互い様ね。そうだ、お詫びに荷物運ぶの手伝わせてください。え、そんな、そこまでしてもらったら悪いわ。ううん、だってそんなにたくさんの荷物運ぶの大変でしょ。それはそうだけど、ささみちゃん、私も手伝うね。ありがとう、みさおちゃん。それじゃ、お願いしちゃおうかしら。はい。大丈夫？重くない？大丈夫です。ささみ、結構力ありますから。今はちょっと疲れてるけど。頼もしいわ。でもすごい量ですね。何を買ったんですか？これ？これは全部チョコの材料よ。これ全部がですか？ええ、すっごい量。そんなにたくさん作るんですか？うん、一つだけ。よっぽど大きいチョコなんだ。ささみのママみたい。そうじゃないの。あのね、私小学校卒業したら普段の私立中学に入学することが決まってるの。私立中学ですか？ええ、とってもお堅い全寮制の学校でね、4月にはもうこの町から引っ越さなきゃならないんだ。そうなんですか。だから今度のバレンタインが最後のチャンスなの。だからなるべく美味しいチョコ作りたいって思ってたらこんなに買っちゃった。最後のバレンタインか。あ、もうすぐ家だからここでいいわ。ありがとう、ささみちゃん、みさおちゃん。いえ。そうだ、これお礼と言っちゃなんだけど、これはシロップよ。そのまま使ってもいいし、チョコの材料なんかにも使えるわ。いいんですか？余計に買っちゃったから平気よ。ささみは特製シロップを手に入れた。ありがとうございます。私こそ手伝ってもらって助かっちゃったわ。それじゃあ。バレンタインか。ささみちゃん、私たちも帰りましょう。うん。さよなら、ささみちゃん。じゃあね、みさおちゃん。あの、どうしたの、みさおちゃん。お昼のことなんだけど。お昼？あ、もしかしてコノハとマジマくんのこと？うん、やっぱり私何か気に障ることを言ったのかなって思って。そんなことないって。気にしない方がいいよ、みさおちゃん。でもマジマくんもコノハも明日になればケロッと仲直りしてるって。いいけど、みさおちゃんのせいで2人が喧嘩してるわけじゃないんだから。気にしすぎるのがみさおちゃんの悪い癖だよ。ほら、元気出して。あ、ありがとう、ささみちゃん。それじゃあ明日の朝ここでね。うん、また明日ね。
さりげなく解説させてもらうと、ここはハッピーな河合家のリビングで、一家の主である僕銀次と愛しい妻のホッキュン、そして一人娘のささみと一緒に夕食の鍋を囲んでいるところなのさ。キラリン。まあ銀ちゃんから誰に向かって話してるのかしら。ところでささみ、学校はどうだ。うん、もうバレンタインの話題で持ちきり。そうか、この時期はどこもかしこもその話題に尽きるな。もちろん2月といえばバレンタインよね。期待しててね、金ちゃん。毎年食べ過ぎて救急車の世話になってるからな。明日から胃袋を鍛えるためにジョギングをやってやるで。頼もしいわ、金ちゃん。ところで、ささみの方はどうだ。バレンタインでチョコをあげる人はできたか。ささみにはまだ早いか。洗濯。そんなことないよ、ささみもやっぱり2月はバレンタインだと思うもん。キキーン。え、今のは何。バレンタインに興味があるということはやっぱりチョコあげたい人がいるのね。ママとっても興味あるわ。パパとしては節度ある交際を望むぞ。違うよ、そんな人いないって。無理しちゃって。そんなことはもうやだ、ママもパパも。あらあら、顔隠しちゃって照れ屋さん。で、相手は誰なんだい。パパとママにだけ話してみなさい。僕たち親子に隠し事はなしだ。相手が三次元人でもパパは驚かないぞ。本当にそんな人はいないんだってば。さあ、鍋が煮えたわ。みんなでいただきましょう。よし、いつものやつでいくぞ。やってやるぜ。やってやるぜ。鍋を食うぜ。鍋を食うぜ。肉は早い者勝ちだぜ。弱肉強食だぜ。ハッピーな河合家はちょっとだけせせこましかった。宿題もないし、お腹ポンポン。ねえ、何して遊ぼうか、りょうちゃん。ああ、そうだよね。りょうちゃんはもういないんだよね。ささみちゃん。泣き虫さんじゃないのに。ささみは、ささみは、ささみちゃん、魔法はまやかしの術だ。でもね、魔法でみんなを幸せにするお手伝いはできる。絶対って僕は信じてる。お別れだ、ささみちゃん。会いたいよ、きょうちゃん。ママ、電話だよ。ごめんなさい、ささみちゃん。ママ、今手が離せないの。出てくれる？すまない。僕も手が離せないんだ。
しもし。あ、その声。え、ささみちゃんだ。え、この声はもしかして。ささみちゃんでしょ。僕だよ、りょうきだよ。りょうちゃん、本当にりょうちゃんなの。あ、本当に本当だよ。どうして。あ、ひょっとして今地球なの。ジュラヒルムからかけてるんだ。そっか、そうなんだ。どうしたの、ささみちゃん。元気がないみたいだけど。ううん、そんなことないよ。ささみすっごく元気だって。りょうちゃんは。僕も元気さ。毎日仕事で大変だけどね。どんなことしてるの。地球の人との会見の際に津波様のサポートをするのが主な仕事なんだ。僕は少しの間とはいえ地球に住んでたからね。かっこよく言えば補佐役だよ。ふーん、すごいんだりょうちゃん。大変だけど、頑張って津波様のお手伝いをしないとね。それに。それに？ささみちゃんとの約束もあるし。あ、もう時間がないや。え、もう？ごめんね。魔法赤電話だからカードが使えないんだ。選択。待って、りょうちゃん、もっとお話ししようね。ささみちゃん、だってまだ何も話してないもん。ね、ささみの学校ではね、今バレンタインデーの話で持ちきりなんだ。バレンタイン、何それ。2月の14日にね、女の子が好きな男の子にチョコレートをプレゼントする日なの。地球のチョコか、懐かしいな。りょうちゃん、チョコ好きだったもんね。うん、りょうちゃんも地球にいてくれれば。ささみも。え、何？何か言った？ううん、なんでもないよ。ごめんね、ささみちゃん。またかけるから。え、ちょっと待って、りょうちゃん。切れちゃった。誰からだったの、ささみちゃん。ううん、なんか間違い電話みたい。そう。嘘ついたりして。でもささみ、なぜか言いたくなかったの。なぜだかわかんないけど。ふぅ、ごめんね、ささみちゃん。またかけるから。またか。会いたいよ。私も今来たところだから。え、そうなの。うん、そっか。って笑ってる場合じゃない。そうだね、急がないと。珍しいね、みさおちゃんが遅れるなんて。何かあったの。うん、実は昨日ルー君から電話があって、つい夜更かししちゃったの。え、あの鳥さんから。実はささみのところにもりょうちゃんから電話があったんだ。
まりお話できなかったけどね。そうなんだ、よかったね、ささみちゃん。うん。関係ねえだろ。ありゃりゃ、なんかささみが原因で喧嘩になっちゃってる。だいたいケツ使いって何よ。遅刻したのは河合さんたちじゃない。告げ打ちするあたりがケツくせえんだよ。騒ぎの発端なのね。
相田さんと真島君は教室に戻ってなさい。わかりました。はい。それじゃあ私たちも教室に行きましょうか。あんたらはまだ。河合さんと天野さんは遅刻の罰。三星先生には騒ぎを止められなかった責任を取ってもらいます。私先生なのに廊下に立たされるなんて途方ですわ。それにしてもコノハと真島くん、なんかますます意固地になっちゃってるみたいだね。何かしてあげられないかしら。うん、どっちも意地っ張りだから。でも二人の問題だしね。ささみたちが出しゃばって余計こじれたりすると嫌だし。うん、そうだよね。まあまあ、かわいさんってばいつの間にか。